お話を聞いてさらに料理をのせようしまじろうたちはレストランに来ましたここでは好きな料理を皿にのせることができますたくさんの料理があってみんなワクワクしていますそれぞれどんな料理を皿の どこにのせたでしょまじろう島次郎は皿の上の方にオムライスをのせて下の方にからあげとポテトフライをのせましたみみりんは皿の上の方にスパゲッティをのせて下の方にいちごとメロンをのせましたトリッピーは 皿の上の方にカレーをのせて下の方にポテトフライといちごをのせましたベネッセ。